はい、今日は1月24日、現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリバン東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。昨日、うちに当初が届いたと言って紹介しましたね。その当初を送っていただいたね、本人から今日ね、朝連絡があったんですね。そしてこの昨日私のところに届いた内容ですね、私が紹介したこの当初の内容、要するにこの人がね、自分で調べたことをこのような文章にしてね、東大阪の市議会議員38名にこれを届けられたらしいんですね。しかし笛吹けど踊らずだったね、誰もね取り合おうとしなかったと嘆いておられたんですね。そらそうでしょうね。これほどの証拠書類を持ってね、東大阪の歴代市長がね、第三セクターですね、言われるこの第三セクターの会社、株式会社にして約100億円ね、赤字と投入金額と計算しても株式ね、80億円の株持っているね、8000株ですね。1株100万円の株をね、ということは80億円ね、このような会社を作っていて、当然赤字ですね。現在赤字が35億円と示してありますかね。30数億円の赤字を出している会社をなぜ温存しているのか、ね、この会社が行っている業務といったらね、あのよその市町村でもありますように自転車置き場ね、半日1日置いてね、100円か200円徴収するね、その業務なんですね。そしてこの東大阪の不正の駅前ね、一番大きなね、東大阪市で一番大きな駅ですけども、不正の駅前の北側にありますね、建物ビブレッといってね、その中にはイオンね、モールが入っている。そしてそこには現在東大阪市の図書館も入っている。この3階に図書館がね、ありまして、この図書館がまたまた現在の野田市長の疑惑の図書館なんですね。この1月にね、商工会議所、東大阪の一等地である約1000坪のところにね、そのまま商工会議所が、建物が完成したんですね。この問題は何回も私がライブで市民の皆さんに伝えていますね。市民の財産である約1000坪の土地、永和の駅前元市民会館の跡地なんですね。これを野田市長は商工会議所に一月298万円土地代なんですね。土地代を一月298万円で20年間商工会議所に貸し与えるというね、
このような公正証書を作ったんですに、それも議会も通さずにですよ、市民の皆さん。ね、議会に通したら、ね、さまざまな反対意見が出るから、ね、予算が通らないだろう。議員が認めてくれないだろう。だから、商工会所の会頭、田島会長と会頭と野田市長が、ね、両方とも課長、代理ですよ、課長。このような課長ごときのものをね、代理として、英和の古い方のね、商工会所の3階に、厚生役場っていうのが、東大阪の厚生役場というのがあるんですね。その交渉役場に、ね、商工会所の課長と、東大阪野田市長の代理の課長が、ね、行って、そして代表者の、ね、当然、商工会所のトップは会頭ですから、ね、その代理として課長、課長が、ね、代理人として公正証書を作ったんですね。そしてそれを見ると、昨年の、一昨年ですね、去年、おととしの11月の29日となっているんですね、日付が。約1000坪の土地を20年間商工会所に貸し与え、ね、その費用、土地代の費用は298万円と記載されてありましたね。さあ、この東大阪の一等地ね、売買したら、ね、すごい金額なんですね。つまり、坪単価で言うと、ね、一般の、ね、ゼネコンなんかが値をつけようとしたらね、200万はくだらないんですね。ということは、1000坪からありますから、ね、1000坪の200万といったら、ね、20億になりませんか？ね、売ったら20億、ね、する土地を、年間298万円で貸し与え、20年間も貸し与えて、その土地代収益ですね。まあ300万として、年間3600万円ですね。しかし、ここからが野田市長とその商工会所のトリックがあるんですね。商工会所はこの土地に自社ビルを建てる。ね。この前完成しましたね。竣工式があったというね、各報道がされています。ね。この時に、この商工会所が建てたビルの中にね、先ほど言いました、東大阪市の図書館。もともとがね、英和の図書館と言われた、その図書館が、布施の駅前に、先ほど言いました、あの赤字の、ね、現在100億からの赤字の会社、第三セクターですね。ここが主体となって作った、ね、布施駅の地下ですね。そこに、自転車置き場なんかを作っ、ね、作っている。そこがやった、布施駅の北側にね、あれは10階建てぐらいですかね。もっと高いんかな。この10階ぐらいですね。ここのビルの中に図書館を、英和の図書館を持ってきて入れたんですね。その家賃が約2000万円なんですね。正確に2300円ぐらいですかね。2200、300万の家賃を払って、現在東大阪の図書館、英和の図書館はね、そこに、あの赤字の会社、第三セクターに家賃を払って入っているわけなんですね。
さあこの図書館を今度は商工会所が建てたその建物1階に持ってくるわけなんですね。ここからなんですよ、この野田市長が行うからくりというのはね。なんとこの3月に4月から入ると図書館が入りますというね発表がされましたね。さあ商工会所の建物に入るんですから当然家賃が発生しますね。東大阪市民の土地を1ヶ月298万300万円で貸して図書館を入れてなんと450万から500万円の家賃を払う。計算しても勘定合わぬ。違いますか？ね。3月議会に予算計上してきますから、当然、ね。家賃、土地代を300万円もらって、ね。そのようなところに、その土地を借りたところがビルを建てる。その中に東大阪市民のための図書館を入れて家賃を500万円払う。さあこの200万円浮いた200万円20年間ね、1ヶ月ですよ、1ヶ月450万から500万円の家賃を払うんですね。ならば年間2400万余分に商工会所に東大阪の市民の税金を払うわけなんですね。さあ計算してみてください。20年間ね、3600万円年間ね、土地代をもらったら10年間で3億6千万ですね。20年間でしたら7億2千万円。今土地を売っていたらいくらになると言いましたか？20億ぐらいですよ。もう商工会所に野田市長は市民の財産をタダでやって、挙句の果てにそこのね商工会所に市民の税金を20年間も30年間もね、バカでかい家賃を払い続けて図書館を入れておく。正確に言うたら頭これとちゃいますか？それを38名の市議会議員誰一人として阻止しようとする者がいないんですね。東大阪市民の皆さん、またね、全国のこのライブ、私のね、この東大阪の現況の現実を今話して、お話ししてるんですね。そのような状況の中にあってね、自分たちの町の、自分たちが払った税金、湯水のごとく異常ですよ。現在文化創造館ね、八重の里の駅前6000坪の土地ですよ。ここに183億円で野田市長は市民のためにと言いながら作りましたね。183億円調べてみたら建物は100億円でできたそうなんですね。日本一の音響のシステムを作った、それでも100億円でできた。ならばあと83億円は何に使うんだ。調べてみたら向こう
20年間先までのメンテナンス代の管理費ですね。管理費の先払いをしているんですね。20年間先まで今の議員野田市長が東大阪の市長をやっていますか？言われていますね。ひょっとしたら野田市長は83億の中から維持管理費ですね、計算したら20年間ですから約4億円ですね、年間の維持管理費が。死にが80億ですね。ならばトラックで10億ぐらい野田市長は先に金自分の家に運んだんではないだろうか。このようなゲスの勘繰りをしますね、私は。なぜならばこれから15年先に毎年4億円の維持管理費で管理されていたものが15年経ったら83億円を使い切ってしまった。契約は20年やけども、あと5年間の維持管理費がないんですよ。だから東大阪市にあと5年間の維持管理費の見直しをしてもらえませんかと、してください、これ言われたら、さあこれから未来の20年先の15年先の市議会議員は市長はどのような判断をされるんでしょうかね。市民の皆さん、おかしな不思議な変な行政が着々と東大阪では進んでいるわけなんですね。そして昨日ね、私のところにこの東大阪の市民が何ともやるせないね、ファックスを送ってくれた。朝9時過ぎに私の携帯が鳴りましたね。そして出たところ、このファックス伏せの北側のビルに5階にあるね、土地開発公社、東大阪の開発公社は東大阪市の第三セクターであって、東大阪の税金100億円も投入して赤字、35億円も赤字の会社をなぜこのまま放置しておくんだね、一人の市民が、私もね、5、6年前にこれをね、委員会、東大阪議会でやったことがあるんですよ。その時にはね、この会社はまだね、小坂の南の方に、南駅の南の100メーターぐらいのところのね、小さなビルの2階にあったんですよ。ね、この会社、開発公社、この会社は全て、東大阪市職員の定年退職した OB が勤務しているわけなんですね。このようにしてね、あの修正にはね、お名誉を着せられて辞職されたね、逮捕された今は亡き清水市長ですね、平成10年ね、この20年前の市長ですね。この人が問題になった時に、調査した時にね、第三セクターは8団体ぐらいしか、8箇所ぐらいしかなかったと思うんですね。今ね、東大阪にはね、その第三セクター、外郭団体いうのが何個作っているか、わからないような状況になってるんですね。当然そういう外郭団体は少なくして民間にね、やろうとね、いう大義名分でありながら、すべて外郭団体にしつらえていってね、市民はそういうことには無頓着ですからね、そして議員もその利権にたかるために、
ね、たがっているために異様なことが起こっている。それを追求する者がいない、ね、だから私がね、市民の皆さんに訴えたんですよ。昨年の9月に立候補した時に、私一人だけでもいいから当選させてほしいと、ね、私が市議会議員として当選した時には38名の中の一人となったら、私が37名の議員と野田市長を相手に、ね、市民の知らないこの悪政治すべて議場において私が全部めくってみせる、ね、このように市民に訴えたのですが、私のような、ね、強力な、ね、言動も悪い威圧的なものの言い方、ね、これを現在の市民の人たちは、ね、こんにちは、市民のために頑張りますからよろしくお願いします、このような連中らが、ね、すべて当選して何をやっていますか。市民のためにね、頑張りますと言った連中、この自分たちが払った、市民が払った税金の使い方さえいろはの字も意も知らない連中らが議員のバッジをつけてね、そしてこのように市民の税金、財産と税金をすべて食いつぶしていっているのが現在の東大阪市の役所の実態なんですね。私のところにね、今日電話かけてきたこの当初ファックスをいただいたこの人ね、私に嘆いておられましたね。東大阪の各会派、議会の会派にこれをね、持っていったんですよ。そして記者クラブにもこれを持っていったんですよ。しかし市民である私が言っても誰も相手にしてくれないんですよと、ね、しかし堂村さんは違いますねと、この赤い車ね、そして知らないことは言うことわけにできませんから、自分で調べてね、そしてこれどうなってるんだ、書類をね、提示して、それでもダメならね、役所の昼休みに役所の前にスピーカーを据えて職員に分かるように、昼来た一般市民の人たちがね、耳をね、立てて聞いてもらうように分かりやすくね、そして要望抗議の声を上げている市民の皆さん、今またまたおかしなことが英和の駅前で起こっているわけなんですね。そしてあのワールドカップありましたね。昨年のワールドカップでラグビーがね、むちゃくちゃ人気があるね、みんなが興味を持って、今役所の1階のね、ロビーのね、一つの部屋で選手が着ていたね、スポーツのラグビーの T シャツですね、あれが展示されている。そしてそういうね、イベントのことでだけ力を入れて大量の市民の税金を投入して、どのような恩恵が東大阪にもたらされたと思いますか。花園の駅前の商店の人たち、なんやと、自分たちの喫茶店やレストランやね、中華料理屋さんで
ね、みんなお店がいっぱいになると思ったら、ただ通って行っただけだ。耳に入るのは嘆き節なんですね、市民の皆さん。ラグビーというものは、ね、マイナースポーツであって、ごく一部、よく考えてみてくださいね。高校サッカー選手権が、ね、あの東京の秩父の宮、あそこで決勝戦がありましたね。高校サッカーですよ、日本選手権。さあ、観客席は、観客人は何人入りましたと思われますか？ 4 万5000人ですよ。ね、同じく、ラグビーの日本選手権、日本選手権が昨年の12月27日からね、正月の第1日曜日までで行われたんですね。決勝の時の入場何人ですか？たった1万円ちょっとですよ。1万5000人。サッカーの決勝は4万5000人。ラグビーの高校の決勝はたった1万5000人。この違いは何ですか？ね？このようなところに野田市長は、120億円も市民の税金を投入して、経済効果がある、ね、言って、やるまでね、何回も議会で質問されていました。経済効果があると言っているが、果たして東大阪にいくらの恩恵があるんだと。120億円も使って、ラグビーのところに投入した金額、それで、ね、赤字が解消できるのか。ね、まだまだ面白いことが今ね、動いてるんですよ。ね、去年の3月に、あの、モノレールですね。現在、伊丹、豊中、ね、茨城、摂津、回ってきているあの、モノレールなんですね。角まで終点になっていますね。このモノレールを八尾の久宝寺まで、ね、近鉄の久宝寺の駅まで伸ばす、ね、これの計画が認可されましたね。これについてね、近鉄が八重の里と若岩田の間にね、ちょうど中央環状線なんですね。この中央環状線に沿って、伊丹空港から豊中、ね、そして吹田、摂津、ね、そして門間ですね。森口門間と来てますね。これを伸ばしていく南進ですね。南へ、八尾の方へ伸ばしていく。近鉄の上六から奈良に行っている、そのちょうどね、ガード上のところに、モノレールの駅を作るね、計画があるんですね。この計画に対してね、近鉄が何と言ったと思われますか？そこに駅を作ってもらったら、うちの近鉄の電車が、難波に行くのに2分ぐらい遅れると。営業として遅れるところに駅を作る無駄な金は近鉄は出さない。さあ、誰が100億以上の金を出すというんでしょうかね。現在、東大阪市が、ね、モノレールを門間から、ね、大東を通って、そして、東大阪に引く70億円の予算計上して、
これは認められたんですに、可決したんですに、それはあくまでもこのモノレールを建設する分だけの予算なんですに、ならばここの近鉄八重の里駅と和歌岩田の間に駅を作る、その駅を作る費用は近鉄は一銭も出しません。そこに駅を作ってもらったら、私ところの特急がね、難波駅に着くのに2分ぐらい遅れるようなところに私とこはお金は出しませんと言ったらしいんですね。さあ、またまた野田市長は喜びましたね。それを聞いて大義が立ちますね。市民のために近鉄のね、八重の里の東か中央環状線のところに駅をね、作るんや。お金かかりますね。60億や。いやいや、100億だ。そんな話の耳にもう届いてきているんですね。市民の皆さん、そのような状況の実態を誰が阻止してくれるんですか。38名の市議会議員と野田市長が一つになって、市民の税金と財産を食い潰していく、あの英和にありましたね、教育委員会がありましたね、ご存知ですか。英和の駅のね、100メートル西側ですね、そこに教育委員会が入っていましたね。この教育委員会が閉鎖しましたね。そして何に使うか、この空き地、千坪からあるね、空き地、東横院のホテルを建てるらしいんですね。そのホテルもなんと20年間土地を貸して、民間ですよ、に貸して、リースで土地を貸して建てるらしいんですね。さあ、その野田市長の判断で、権限で、すべての東大阪の土地がそのようにして市民のね、典型的な、最初に話しましたね、商工会所が千坪のとこを借りて毎月300万円の土地代を払って、東大阪に払って、東大阪市はそこに商工会所の建物に図書館入れて500万円の家賃を20年間も30年間も払い続けるね。20年間500万払っているんであればね、これ恐ろしい金額になりませんか。家賃だけで6000万ですよ、1年間でね。10年間で6億、20年間で12億、あの建物商工会所いくらで建てたと思われますか。4億5億で建てているんですよ。そんなところに12億円の東大阪の市民の税金を投入して土地はやってね、利益を引いてもね、年間2400万、いや2200万でしたら2400万ですね。余分に払って、土地代より余分に払うわけなんですよね。そうしたら22億円ね、2億2000万、10年、4億4000万、ただで建つんではないですか。市民の土地ですよ。そこへ、ただで土地を商工会所にやって、あげくの後に市民の税金を山ほど与えていく。こんな行政にね、市民が知らないところで
現在の私たち東大阪市民の借金は2000億円ですよ。2000億円。誰が払うんですか？ね、私でもありませんね。70を超えた人でもありませんね。私たちの子や孫、ね、東大阪のね、人たち、私がいつもね、ぼやいて言ってますね。私たち市民が払った水道料金、35億円が消えてなくなっているのに、私選挙の時に公約で何回も言いましたね。市民が払ったはずの35億円が消えてなくなっている。なんでなくなっているのか。ね。決算書を見たら、29年度の決算書には、ね。赤字が34億7千万円と、きっちりと記載されているんですね。だから私は試写購入して、5年間で東大阪市民が払った35億円の水道料金が消えてなくなっている。市民は何も声を上げないんですか。私を当選させていただいたら、私が必ず市民に分かるようにめくってみせましょうって言ったにもかかわらず、市民はね、そっぽを向かれましたね。しかしその中でも8840人の方が私にね、投票していただきました。その人たちのためにも、私はね、このようなね、腐り切った東大阪の現在のあり方、必ず風穴を開けてみようと思っております。ね。そして、次から次へと、ね、行政を行っているおかしな、不思議な、変な行政。ね。まだまだ東大阪には、ね、代が変わって、ね、父母が亡くなり、祖父祖母が亡くなり、税金、相続税を払わなければなりませんね。そうした場合に、お金がないから土地で仏納、ね、仏納をされる。土地をね、そのまま税金の代わりに市にね、納められる。さあ、この土地なんですね。市民が税金として納めた土地がね、消えてなくなっていっているんですよ。ね。調べれば調べるほどね、市民が納めた50坪、100坪、200坪の税金の代わりに仏納された土地がね、なくなっていってるんですよ。この30日に、夕方4時から、ね、あるところに、近鉄不動産、ね、大阪府の土地所有者、八尾土木の担当者、東大阪の公園管理課の公園課の担当者、ね、それと、その土地の所有者なんですね。近隣のその土地の所有者が、家屋調査士ですね。測量士、それを呼んで、現場の立ち会いをするんですね。この時に、なぜ近鉄不動産だと、不思議に思ったんですね。そうしたところがね、その土地は、東大阪市が、市民が仏納された、先ほど言いましたね。親が死んで、税金として払う金がないから、土地を仏納された土地だったらしいんですね。これを近鉄不動産、これが手に入れていることが分かったんですね。近鉄というのは、東大阪だけで焼け太りしてきたんですね。
人不幸っていうのは近鉄一社だけなんですね。まずあの花園ラグビー場50億円ですよ、50億円ね。東大阪が50億円で買ったんですよ。そしてその当時近鉄は花園ラグビー場を持っていて、1年間の管理費が1億2000万円かかっていたわけなんですね。しかし近鉄はこれがお荷物になっていたんですね。そうしたところ東大阪の花園ラグビー場がラグビーの発祥の地だというね、このようなキャッチフレーズを前面に出して、お荷物であった花園ラグビー場を野田市長に50億円で買ってくれ、ね、なぜ野田市長が花園ラグビー場でワールドカップをやろうとしたか、これがまた面白いんですね。当時の維新の会の名付け親の知事誰でしたか、橋本徹でしたね。この橋本徹が知事の時にね、1月の7日忘れもしませんね、平成21年ですよね、平成21年の1月の7日に東大阪の石切参道に視察に来たんですよ。ね、東大阪のアンテナショップができたのでということで、野田市長と地域のね、その時にその石切参道のところの出身のね、藤本っていうね、当時の市議会議員なんですね。この連中らも政務調査費の不正使用でね、もう出ません、マスコミに徹底的に叩かれたためにね、もう出ませんって言って辞めたんですね。この市議会議員が筆頭になって、野田市長と橋本当時の知事ですね、テレビクルーを引き連れてね、そして石切参道、石切神社からね、上がってきたんですよ。アンテナショップね、放置された当時のその石切参道の商店街のね、組合の理事が持った持ち主のその空き家のね、オンボロの家だったんですね。間口がね、一軒ないんですよ、市民の皆さん。一軒とは1800ですね、1メーター800ないんですよ。1メーター700しかない入り口がね、そこに5000万ですよ、ボロの家を改装費まで出して足湯を作ると言ってね、1000万かかると言ってね、足湯を、要はありますね、温泉で足だけ使っているね、そして憩いの場にしている、そんなところを作ってね、そこを橋本と今の野田市長がね、一期目でしたね。一期目の野田市長と一期目の橋本徹氏が雑談しながらニコニコ笑って上がってきました。私は待ち受けてね、どっか探したらその時の写真がありますよ。ね、ところがどうですか？ね、アンテナショップって誰も使わなかったそのような空き家、商店街のね、理事をやっている、その空き家に、家賃ですよ。改装費3500万円。足を作って1000万、4500万、5000万かけて、ね、たった13坪ですよ。そこに、1坪1万円の家賃13万円、毎月払うようにして、
ちゃんと改装まで、借りる方が改装までして作ってやって、公共の施設を作るときには必ずバリアフリーを作りなさい。ね、身体障害者のためにバリアフリー、階段だけではダメですよ。ところが入り口が1700、1メーター700しか2メーターないんですよ。一軒ないんですよ。階段を登るんですね。そんなことをね、平気でやっているところに、めでためでたで、ね、テレビクルーを引き連れてやってきましたよ。ね、そして、3年間、これは何の費用でやられたか。国から、ね、ふるさと雇用助成金、ね、職業を増やして、そして会社を作ってやって、補助金入れて、ね、失礼しました。ね、そして、自分で3年経ったら、経営するように、ね、頑張るように、市が助成金補助金を投入して、会社を作ってやったんですよ。ところがなんと、ね、この会社、石切参道の、ね、5人で、従業員5人でやる、その会社が、年間の売り上げですよ。聞いて笑いましたね。5人で、年間の売り上げが、930万円。5人の従業員の給料が950万円。感情合いましたか？総売上が、年間の総売上が930万円。従業員5人の給料が年間950万円。それだけでも20万円の赤字ですね。ならば、仕入れとか、家賃とか、経費とか、維持費は出ませんね。給料だけで年間20万円の赤字ですよ。そんなところに、野田市長は毎年ですよ。1000万投入してるんですよ。ふるさと雇用助成金でね、東大阪に私が調査したときに、平成21年に4億6000万円の国家と大阪府からの助成金がね、下されたんですよ。その金を野田市長は何に使ったのか。ね。東大阪の定年退職になった職員を3人ずつ、4人ずつ集めて会社を作らして、ね。名前をつけて会社を作らして、そして、もらう給料1人当たり33万、30万。ぐっすりそのような会社を作らしたんですね。何のために作らしたか。野田の選挙の時の票取りマシンですね。その票取りマシンが今の東大阪の商工会議所なんですよ。ね。市民の皆さん。ね。東大阪市民の皆さん。ね。ほんまかいな。そうかいな。ね。このようにしてね、現在の東大阪の市のね、行政というものは、私がいつも言っていますように、建物は立派な東大阪市役所。しかし、その中身は完全に腐敗崩壊している。このように、私は声高々に、ね、市民の皆さんに訴えています。ね。そして、私以外にも、このようにして、民間の方が、ね、こんな100億円も、市民の、税金を崩して赤字の会社なんで置いておくんだ。何か匂いますね。
これもまたね、一個ずつね、着実に証拠調べをしてね、そして役所議員に対してね、抗議行動を起こしてまいりますよ。ね、要望してもね、この今の東大阪の議員なんかで市民のために物事をしようというものなど一人もおりませんね。なぜならばね、国会がそうであるようにね、今の政治家っていうのは75歳から上の人、95歳ぐらいまでの人たちね、長老の人たちが1年365日の中で361日たった年間3日4日しか休まずに必死になって働いてきた、そして蓄えた日本の財産ね、蓄財されてきたこの日本国の金を苦労もしない今の政治家が湯水のごとく食いつぶしているのが現在の今の日本国の国のあり方なんですね。恐ろしいことだと思いませんか？何の苦労もしていない連中が戦後20年、昭和20年、焼け野原になったところから死に物狂いで働いてこられた人、ね、その人たちが、その人たちが日本の国の今の経済大国に押し上げた、蓄えもできた、ね、そういうところに政治家、50、60の政治家が当選してきて、山ほど積んである金を、猫ばば横領どのようにしていこう、やっていこうか。ね、あの、選挙運動員に1万5千しかダメなところに3万円渡して夫婦で当選してきた、そのような輩に1億2千万円当初接近から振り込まれていた、ね、よその国なら暴動が起こっていますよ、ね、今の日本の国言われていますね、久しいですね、平和ボケした日本人。ね。だから、誰一人として、私のような、この強烈な、ね、活動する者、ね、そっぽを向いている。ああ、頭のおかしいやつ。私がいつも言っていますね。狂っていると言われる私の狂った頭、目で見たら、今の世の中の狂っていることがよくわかるんですよ。ね。だから、ね、嘘も100回言ったらほんまになる、そういう言葉まで正当化されるようになりましたね。そしてあの水田議員ですか、ね、結婚しなくてもいいじゃないか、正論と違いますか。新聞広告に出すのに、ね、男何人、男5人、女3人となったら差別だ。男5人雇うんであれば女5人やとわんかい。このように新聞社やその広告を出した会社にね、文句を言ってきてバンバン電話かけてくるね、クレーマーがおる団体があると、そのために新聞で求人広告を出すときに男何人、女何人と書かない、書いてありませんね。そのようになってから何年も経つと、私は2、3日前に聞いただけなんですね。びっくりしましたね。本当にね、おかしな、不思議な、変な国になっていって、昨日3日ほど前に会われたね、ご老体が、もう道村さん、日本の国、終わったな。これから10年、20年先に、今の幸せな日本国があると思ったら、な、本当に情けないな、嘆いてはりましたね。さあ、私たちの国、そして
国を語るよりもまず自分たちの町ね、この東大阪市本当に腐りきっている。しかし東大阪市だけではありませんね。今47都道府県1700市町村においてね、このような状況になっている。その証拠に何回も言っておりますように、選挙の時に投票所に足を運ばない、選挙に行かない、投票率は高々 30数%、ね、高いところでも 38%、 40% にも満たない。あの中国の香港の選挙はいくらの投票率でしたか？ 80% に迫ろうかという投票率ですね。そして日本の政治家は投票所に足を運ぶものが少ないから18歳から投票権を与えようとしてね、そのようなまやかしの条例だけ作ってね、これでも高校生が大学生が選挙に行かないな、ね、政治がワイドショーが面白おかしく悪性不正を垂れ流している。それを見て高校生18歳になった子どもたちが選挙に行って政治家を変えようかという気になりますか？大人たちが商売されている人たちがサラリーマンされている人たちが投票所に足を運ばれてね、そして清き一票で投票したら必ず政治家を変えることができるんですね。それに気づかないほど私たち日本人というのはね、何の苦労もせずに育った人、現在の議員のトップにいる連中、二世三世と言われる連中、あの小泉進次郎、政治家が何をしなければならないかっていうね、区別さえも普通の国民と政治家の区別さえもできないものがね、育児教育だ。ここ、おかしいのと違いますか？ね、小泉進次郎、代議士、この私の言っていることが聞こえたら、私と政治論争しようではね、国際論争しようではありませんか。まず日本の歴史から論争しようではありませんか。ね、自国の歴史を知ることによって、ね、どのような国であるか、日本の国家国体がどのようなものであるか、ね、今の政治家は全てが、ね、獅子人中の虫なんですよ。ね、この連中が私たちの、ね、先輩である、ね、祖父母や父母が築き上げた、ね、莫大な財産を何の苦労もしてせずに育った連中らが、ただ大学行って勉強しただけの連中らが食いつぶして、ね、蝕んでいっている。そこに今気づかないことにはね、本当に日本国の未来、非一日一ですね。何が国家百年の大計ですか？やってもらおうではありませんか？ね。そして私は徹底的にね、悪性不正を調査して、市民の皆さんに抗する活動に邁進してまいります。今日はちょっと力入りました。しかし、ね、ほんまにやるたかない市民がこのような投書をくれる。これをもとにね、また徹底的に調査してまいります。それでは今晩、本当にご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。また明日お会いしましょう。